愛川陽子さん、お子さんにメグちゃんと名付けたそうですよ。子供だなんて思ったら大間違いよ。女の子二つの胸の膨らみは何でもできる証拠なの。お化粧なんかはしなくてもあなたは私に夢中。真珠の涙を食べたら男の子なんてみちころよ。魔女コメグは、魔女コメグはあなたの心に忍び